ご飯の時間がやってきました。イエイイエイ。はい、今回はですね、うん、静岡県南伊豆までやってきました。おお、いいとこだ。ちょうどね、正月に南伊豆の方に魚釣りに行って、うん、結局一匹も釣れずに、うん、南京亭さんに行ってきました。はい、ということで行ってみましょう。はい、ゴー。じゃん、はい、風の強い日でしたね。あ、そう、すごいからな、そこ、うん、もう風でね、揺れてるでしょ。うん、いきます。はい、はい、ということで、うん、いつものこのメニューを一通り目を通すんですが、うん、はい、やっぱりチャーハンは必須と。そうだよね。はい、ということで、うん、あとラーメン、あと温かいもの食べたかったですよね。それと今回は餃子を2人前いきました。うん、マジで、うん、あったこの時間帯で。うん、ありました。おじゃん。あ、これだこれだ。まずラーメンからやってきました。うん、これ釣りの後でこれはちょっといいんじゃないの？うん、いいでしょ。うん、もう本当にね、うん、もう本当に寒かったから、うん、しかも心も寒かったでしょ。あ、そうだそうだ。一匹も釣れずにね、その気持ちよくわかる。お、すごい焼けてある。ここの餃子は本当に美味しいんですよね。うん、あれ、もうほかほかでしょ。すごい。これ普通盛りですよ。うん、そうなんだよね、うん、多いんだよね。これ普通盛りでこのドカ盛りっていうかデカ盛りなんですけども、うんうんうん、いやこのね詰まった感じがまたいいですね。いただきます。いやーちょっとこの第一投目、スープうまいんだよね。スープうまいよね。うまい、本当うまい。今ね味が口の中流れ込んでるような感じがする。うんうん、また行きたいね、一緒にね。うん、なんかね、あっさりしてるんだけど、なんかちゃんとコクもあってね。そうなんです。すごく美味しいんだよね。結構ね、この麺も好きよね。そう、うん、本当に細いんやけど、うん、割とこうしっかりしてるんですよね。そうだよね。うんうん、そう、張りがあるっていう。そうそうそう、柔くないですよね。そう、あの時間経つとめちゃめちゃ吸ってきますけどね、スープね。うん、だから割かし早めに食べた方がいいですよ。うん、あ、そういうことか。うん、確かに結構スープを早くするよね。そうなんですよ。うん、分かる分かる。本当にこうシンプルなんだけどめちゃくちゃうまい。もう自分は本当に大好きですね、うん、このラーメン、うん、メンマもね、うん、コリコリしてうまいですよね。うまい、うん、スープね、ごくごく飲んじゃうんだよ。知ってるよ、ね、めちゃめちゃ飲むよ。でもここのスープ本当にうまい、すっきりしてるね。しかもたっぷり入ってるね。はい、ということでチャーハンきたー。これもね、うん、なかなか懐かしいじゃん。うん、懐かしいな。ちょうどいいね、味付けなんですよね、ここね。ちょっとしっとりしてるよね。そう、うん、詰まってるんですよね。そうそう、本当に詰まってるからね、見た目の量より多いよ。うん、マックはパラパラが好きとかね、うん、よく言ってますけど、うんうん、でもここのはあの好きなんですよね。好き、うん、なんだろうね、ここの全般的に好き、味が、うん、よく焼けた餃子、うん、例えばこの餃子もそうなんですけど、すごい野菜たっぷりじゃないですか、うん、そう。であの餃子は結構肉肉しい方が好きっていう、うん、と思ってたんですよ、自分は、うんうんうん、ここの本当にうまいですよね。確かに、うん、このペースト状になってる。あ、そう、うんうん、野菜たっぷりなんですよね、うん、この穴開けるのもね、うん、メロンシート流で、メロンシート好きなんですよ、これ、うん、うまい、うん、いやちょっとね、これ元気出るね。うん、出るでしょ。出ると思う、うん、なんかもうこの辺から今日釣れなかったこと忘れてますからね。わかる。そうなんだよね、うん、それにしてもいい食べっぷりだね。かなり減ってるよ、うん、すごい。と止まらないでしょ、うん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 、でここで、いつもやるこのね、そう、うん、後半に、うん、結構楽しみですね。最初から混ぜると、うん、結構紅生姜の味が好きやから、うん、紅生姜最初に混ぜると味が薄まるでしょ、うん、あ、そうか、うん、確かに。
本当にあのマシにできるんだったらマシマシにしたいぐらい弁償が、確かに紅生姜ちょっとこうまぶして、あのあるのも美味しそうだね、めちゃくちゃうまいですよ、でこのラーメンのスープを飲みながらね、いやうまいですね、いいバランスです、いいペースだね、いやもう本当にこの三角食べてる、もう至福の時でしたね、口の中の今のこの状態がわかる気がする、でここで、胡椒、めったに入れないんですけど、ね、今回もちょっとかけてみようかなと思ってね、あ、チャーハンに胡椒、チャーハンに、がっつり進んでますチャーハンに胡椒かける、美味しいもんですね、結構美味しいよね、胡椒って本当すごいなと思いました、本当にそう思う、いい食べ方です。完食です、これで。ごちそうさまでした。はい、ということで食べてきました。はい、ごちそうさまでした。素晴らしい。はい、でも本当に安定の美味しさでしたね。なんかあそこいつ行っても外れがないからね。実を言うと、あの南京亭さんの近くに焼肉店があるじゃないですか。ある。K 馬って書いて K 馬って言うんですかね。K 馬って言うんですかね。なんか。あそこすごい気になってるんですよね、なんかいつもこうちょっ行こうとね、言ってるけど、だけどなんかいつもこの南京亭さんに行ってしまうんですよ、わかるわかる、ほんと入りたくなる見た目してるもんね、あかん、どっちも入りたいんですよ、そこ、本当はね、そう、次回はね、焼肉はやっぱり3人で行きたいなというようなね気持ちはあるんですけども、もしかしたら1人で行くかもしれないですけども、ということでね、あのあたりこの南伊豆とか下田付近って本当に美味しいチャーハンのお店が多いですよね、多いと思う、多いと思う、わかるわかる、結構さ、あそこの南京亭行くと、やっぱり他のメニューもちょっと気になるんだけども、やっぱりこうそれを頼んじゃうみたいなところあるよね、ありますね、自分の場合はそれ餃子とか、あとはその焼肉とか、その辺結構好きなので、あのもう本当に二十歳ぐらいから下田の方にはよく連れて行ってたでしょ、そうだよ、その時にね、あの下田フィッシングっていう、いつもあの三小本島に渡船して行ってたんですけども、その伊豆下田フィッシングの隣に、あの町中華があったんですよね、前向いてたね、そうそうそう、結構夜中までやってて、そこで食べてから釣りに行くっていうのは、なんかすごいこう思い出深くて、だから下田といえばもう町中華っていうのが、その頃からもう30年前ですよね、だからね、すごいね、ちょうど30年前ですよ、あ、そうなんだ、そうなんだ、今年50歳、あ、そう、今年そうだね、そう50歳、そうか、全然その感覚ないけど、まあそれぐらい周りから見たらもう分かるんやけど、自分らは分からない、あ、そう、一緒にやってもまあそりゃそうだね、はい、ということで次回はね、また3人で行きたいなと思います、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、それではまた。